私ネガティブだから自分のこと好きじゃないんですよ。ネガティブ人間なんです。アイドルなのかなって思ったこともあるし、自分アイドルなのかなって、人を引きつけられる力とかそんなないんじゃないかなとか、表現力とかもまだまだだし、普通の学生だったら何やってたんだろうなって、何歳までアイドルとかできるのかなとかいっぱい考えるし、アイドルやってていいのかなって思ったこととかもいっぱいありますね。何やってんですかね、私芸能じゃなかったら想像できないです。徐々にやっていくにつれて、すごい熱心に応援してくれるファンの方とかいて、わあ、もうそんな私みたいな人に応援してくれる人がいるからもっと頑張んなきゃなって思って、もう私たちも気合い入れて頑張りましたね。ライブ中になんかファンの人と笑い合ったりして、たくさん笑顔になってもらえることがすごく嬉しくて、そういう時やっててよかったなってとか思っちゃいますね。笑顔になってもらいたいし、勇気づけてあげたいし、もうみんなのために活動してます。かけがえのない存在です。大好きです。もっともっと頑張んなきゃなって、上手になっていきたいです。トークとかパフォーマンスもうまく踊れるようになりたいし、パレットゆいちゃんとか上手なんですけどについていきたいし、同じぐらいになりたいし、アップしていきたいです。自分に自信が持てるようにしていけたらいいなって思います。続けたいです。やれるところまで。アイドル以外やりたいことないし、パレットずっと続けたいです。メンバーが大好きだし、ファンのみんなも好きだし、たくさん支えられてるから、みんなのためにももうずっと続けていたいです。